私は稽古。今年で62になりますが、離婚を決断し家を出ました。私の家には歴代4匹の動物を飼ってきました。30年以上前にやってきた初代ミックス犬の太郎。息子が中学生の頃に同級生からもらった猫の地位。とても気の優しかったミックス犬のジロー。甘えん坊で人懐っこかったチワワのクック。 もうみんな旅立ってししままいましたアルバムや写真を整理する間もなく逃げるように家を出てしまったので直近の3匹の写真は数枚だけしかありません他の写真はもう二度と戻ることのない家に置きっぱなし高圧的で暴力的で私の人格を無視し続ける夫からずっと逃げたいという気持ちはありましたしかし 先立つものがないことと、ペットにまで暴力的だった夫なので、私が家を出たら、彼らに厚当たりするのではないかという不安があり、彼らが天女を全うするまではと我慢していました。そして5年前、最後に飼っていたクックが旅立ったのを機に、息子が離婚や引っ越しにかかる費用を工面してくれ、ついに家を出ることができました。ただ一人暮らしできるほどの生活力がないので、 息子と二人で暮らすこととなったのです。本来は、まず話し合いをするものだと思いますが、都合の悪い話や思い通りにならないことがあると、怒鳴り散らし、同喝し、最悪暴力を振るうので、とても離婚話なんて切り出せる人ではなかったのです。そのため弁護士さんと相談し、息子と協力して何ヶ月もかけて準備し、 夫が仕事で不在の時に一気に引っ越ししました当日はもし夫が突然帰ってきたらと恐怖心でいっぱいでしたそんな過度のストレスで持病の喘息の発作も出ていつから動けなくなってしまい息子がほとんどのことをやってくれました息子には足を向けて寝られません今でも鮮明に思い出します この子たちが辛い日々を癒してくれていたことを。本当にありがとう。今までの分も人生を楽しむつもりなので、そのためにはやっぱり健康第一。毎週金曜日は青魚の日と決めて生活習慣病予防。前回作ったのはサバ缶のパスタとビシソワーズです。ビシソワーズはスープの中で一番好きです。 息子はクラムチャウダーが好きだそうです。ビシソワーズというとおしゃれで難しそうですが、簡単レシピがあることを発見。それで作りました。ビシソワーズの作り方は結構バリエーションがたくさんあるんですね。ちなみにビシソワーズって冷たいじゃがいものスープのことらしいですが、冷やすスープということを忘れ、熱々で食べました。 私が初めてこれと出会ったのがたまたま高級レストランでビシソワーズは高級なお店でしか食べられない謎のスープだと思っていましたそれがジャガイモで簡単にできるなんてもっと早く知っていればそしてメインのサバ缶パスタは非常に簡単健康のためサバ缶を食べ始めた頃は缶詰をそのまま食べるばっかりでしたが 息子にパスタにしたらと言われ作るようになりました。何しろ大雑把な性格なもので、パスタと玉ねぎをサッと絡めたらサバ缶投入。汁もすべて使うのがポイント。汁に大切な栄養が満載です。塩胡椒で味を整えて、再び炒めて、和風パスタなので、醤油で味と香りをつけたら完成。 羽ね木の根をコップで育てたらたくさん育ったので、それを小口切りにして彩りにパスタへかけます。サラダも添えて完成。恒例の食卓ですが、こんな風に穏やかな気持ちで食事ができるのも、家を出るまでは滅多にありませんでした。夫は毎日晩酌したのですが、酒が入ると突然わけもなく怒り出すこともあって、とにかく顔色ばかりうかがっていました。 最終的に家を出る決意をした出来事も、そんな風にお酒を飲んでいる時に起こりました。特にお金のこととなると激光しがちで、その時もテレビで老後資金の話題が流れており、それを見ていた夫が突然怒鳴り出したのが始まり。毎月生活費を5万円渡してるから、1年でこんなくれてやってるんだぞ、と。二人の生活費なのに、 そしてあげくにこれからの金は全部俺が使うと捨てゼリフその次の日から夫は自分で弁当を買ってきて私の作る食事は食べなくなりましたそして次の月から生活費をまともに渡さなくなりましたこれが家を出る決断をしたきっかけになりましたその後クックが旅立つまでの間は本当に辛くて苦しかったです 過度のストレスで、持病の喘息の発作も出ましたが、息子と違い、夫は心配どころか、何も反応しませんでした。強圧的で、暴力的な夫でしたが、それでも若い頃はこんな人ではなかった。少なくとも体が弱い私がダウンした時は、大丈夫かと声をかけてくれました。声をかけるだけでしたが、それでもほんの少しの愛情を感じました。 いつからこうなっていたのでしょうか私の存在を無視する夫に。そしてクックが旅立った後、息子と共に離婚の準備をしている間はいろいろなことを思い出しました。嫌な思い出ばかりではありませんでした。息子が小さい頃にみんなで行った遊園地。太郎はお留守番させました。この時の写真は夫も含めてみんな笑顔で、 息子が小学生の時に行ったキャンプ。この時は太郎も連れて行きました。アウトドアが趣味だった夫が張り切っていろいろしていました。家では一切家事をしない夫でしたが、キャンプの時は頼もしかった。この頃だって今の嫌な一面はあって何度も喧嘩をしていました。だけどこんな年になって離婚するだなんて想像もしていなかった。 中学校で地位を家族に迎えた日に、みんなで家族写真。その後すぐに太郎が旅立って、次郎が来た日にまた家族写真。太郎がいなくなり、一番ショックを受けていたのは息子で。そんな息子に夫がサプライズで連れてきたのが次郎だ。この日はなんだか太郎に申し訳が立たず、心から笑顔になれなかった。夫は次郎を可愛がり、次郎の写真には夫が写っていた。 息子が一人暮らしを始めて、地位やジロ郎が旅立った後にクックを買い始めた。その頃には夫と写真に写ることはなかった。遊園地もキャンプも夫が写っているこれらの写真はすべて置いていくことにしました。私の決断は固いし、息子も離婚に賛成でしたが、息子が夫に対してどう思っているかは怖くて聞けませんでした。 私にとっては新しい門出の日になりましたが、息子にとっては父との別れと私という荷物を抱える日となりました。私が夫と離婚するためにクックの旅立ちを待ったように、息子もきっと私が死ぬまでここを動くことができないだろう。息子は今32歳の独身。そんな身で母親の介護なんて。かといって、 今の私には息子から離れることはできない。私も早くクックたちのもとへ旅立った方がいい。そう思いました。太郎チージロ郎クックそっちで待っていてね。 差し出し人のない、私宛の真っ白な封筒。これが全ての発端だった。私はさやか、もうすぐ63歳になる。夫とは15年前、彼の浮気が原因で離婚した。それ以来一人暮らしをしていたが、一年前から次男と、彼の恋人のまなかさんと同居している。 今29歳になる長男の陸は職場近くでマンション暮らし。パートをしながら平和に暮らしていた私に、ある日差出人のない私の住所と名前を殴り書きした封筒が届いたのだ。開けてみると、あるホテルからの請求書。え何これ よく見ると、請求書の宛名は、私ではなく長男の陸で、どうも結婚式と披露宴の費用の請求のよう。日付は約2週間前。どういうこと陸クが結婚したってこと確かに陸には恋人がいて、数ヶ月前に一度だけ会ったことがある。 でも、その時には、結婚するなんて話は出なかったし、正直お相手の女性は、あまり感じが良くなかった。確か、ゆきとかいう名前で、何が不満なのか、えとか、母とか言うばかりで、私、ま、とはろくに目も合わせなかったのだ。まさか、りくんがその子と結婚した 急いでリクのスマホに電話するが、仕事中なのか繋がらない。あの子が一人暮らししているマンションの固定電話に、メッセージだけでも残そうとかけてみると、女性が応答した。ユキは電話が私からだとわかると。ああ、だからリクにはこの固定電話解約しろって言ったのに。と。 心底うんざりしている声。どういうことあなたたち結婚したのそこに二人で住んでるの思わず、やつぎばに質問してしまったら、ゆきはロボットのような答え方。結婚しました。二人で住んでます。それでそれでって。 ホテルからの請求書が私宛に届いたのよ。どういうこと式を挙げたことだって一言も聞いてないのに。ああ、もう届いたんですか。払ってもらおうと思って私が送ったんですよ。ゆきは平然と答えた。後払いできる式場は選んだんです。頭金は払いましたけど、残金はそちらに持ってもらおうと思って。 夫となったリクの家族も呼ばずに結婚式をして、その費用は私に払えってこともう意味がわからなくて絶句してしまった。するとユキはめんどくさそうに、それでもはっきりと。リクがどうしても私と結婚したいって言うからしてあげたんです。母親付きなんて邪魔臭く,くて何度も断ったんですけどね。 だから当然そちらが払うべきでしょもし払わないって言うなら、リクが借金まみれになりますけど、それでもいいんですかその冷たい声を聞いて、私は我に帰った。それでいいって言ってますよ当然。そうそう。彼に連絡しようとしても無駄ですよ。あなたの番号は着信拒否にさせましたから。 それでさっき繋がらなかったのね。この際だから言っときます。パ婚総裁以外では一切連絡してこないでくださいね。あ、パ婚総裁でもお金がかかるものは一切拒否ですから。ちょ、ちょっと待って。なんでそんなに私を避けるの避けるに決まってるでしょう。姑なんて存在。 目の上の単価部でしかないんだから。だいたいあなた離婚して貧乏なんでしょお金をせびられたらたまったもんじゃないんで。私はパニックになりながらも腹が立って言い返した。び、貧乏だって思うなら、こんな請求書。それとこれとは話が別です。ちゃんと払ってくださいね。 雪はそれだけ言うと電話をガチャギリ、私は受話器を握りしめたまま呆然としていた。母さん次男の深夜の声でハッとした。気づくとあの電話から数時間経っており、私は真っ暗な部屋の中立ち尽くしていたらしい。深夜の声と同時に、 私の目から涙が溢れてきて、泣きながら彼にすべてを説明した。深夜もくから結婚のことを一切聞かされておらず、私の話を聞いてカン,カンに。ありえないだろう。てかあの嫁さんって、いかにも性格悪そうな女だろう。兄さんにお似合いだと思ったけどさ。そう。 陸は今は亡き義母に猫可愛がりされて育ったためか、子供の頃から私を見下していた。中学生の頃には私をババアとかクソ女とか呼ぶようになり、義母や元夫と一緒になって私にひどい仕打ちをし続けたのだ。それをかばってくれていたのが次男の深夜、元夫と離婚後、 ずっと一人暮らししていた私が寂しいだろうと、彼女の真中さんと同棲していたアパートに私を呼び寄せてくれた。優しい子だ。どうしよう、この請求書、200万以上あるの。元夫からの医者料で払えるけど、正直使いたくないわ。あなたと真中さんの結婚式とか、 子育ての時に使ってもらおうと思ってるの。次男も次男の彼女さんも本当に私に良くしてくれる。だから夫がケチりにケチって支払った遺者料と財産分与は全てこの二人のために使おうと心に決めていたのだ。その金は母さんがもらったんだから俺たちのために使うことないよ。 兄貴のために使うなんてもっとありえない。と、その請求書を私から取り上げた。これ、会社で捨ててくるよ。母さん、これまでに兄貴にどんなことされたか覚えてるだろう絶対に払っちゃダメだ。いくらひどい長男でも、私がお腹を痛めて産んだ子。だから、請求書が手元にあれば。 絶対に私は払ってしまうだろう。それを深夜は分かっていたのだ。正直、ほっとした。それから二週間後、キが電話してきた。ちょっと、なんで払わないんですか支払い期限はもう過ぎてるって、今式場から電話が来たんですよ。それね、次男と話し合って、 払う必要ないってことになったの。だいたいご祝儀でなんとか払えるんじゃないのドキドキしながらも言いたいことをはっきり言えた。するとユキが逆切れ。こっちは引っ越ししてご祝儀なんて全部使っちゃいましたよ。どうしてくれるんですかえ引っ越したのどこにうるさいな。 どこだっていいでしょ本当にこの嫁は、私と一切関わりたくないんだ。そう思った私は、意を決してこう伝えた。わかったわ。じゃあ、交換条件を出すわ。百万出す代わりに、これでお別れ。冠婚葬祭の連絡もなし。 お互いいないものとして生きていく。どうしかしユキは納得しなかった。百万ポッチじゃ足りませんよ。せめて二百万は払ってもらわないと。そんな、式には呼ばない。引っ越し先も教えてくれない。それで二百万も取るなんて何考えてるのいいでしょうが。 どうせあんたの寿命なんか、あと20年程度でしょこっちはその倍生きるんだから、あんたの全財産欲しいくらいだわ。ってことで、どうやってでも200万払ってもらえますからね。そうしたらご希望通り、縁を切ってあげますよ。もうこんな嫁と、一切関わりたくない。 そう思った私は、彼女の条件を飲んだ。多分、深夜が知ったら怒るだろう。でも、もう、陸夫婦に振り回されたくなかったのだ。それから一年後、深夜はまなかさんと結婚。二人が新居を構えることになり、私は一人暮らしを始めるつもりだったが、 二人とも一緒に暮らそうと言ってくれた。そこで結婚のお祝いのほか、新居への二年分の家賃を先に渡し、ローンの足しにしてもらうことにした。そんな時、またあの雪から電話が。陸の弟夫婦、一軒家を建てたんですってね。あんたが援助したんでしょこっちはあんたがたったの二百万しかくれないから。 夫のりくはダブルワークでボロボロなんですからね。どうやら、私たちの新居生活の話をどこかで聞いたらしい。私は呆れてしまった。だってあなた、あの時はそれでいいって言ったじゃない。今更変えられても困るわ。子供もできるってのに、どうしてくれるのよ。あら、そうなの。 それはおめでとう。でも、冠婚葬祭は関係なしで、すべての縁を切るってことにしたわよね。だから一銭も払う気はないわ。もう一切関わらないと、決めていた私は強く言った。何偉そうに言ってんのよ。あんたの孫ができても合わせてやらないんだから、せいぜい後悔するといいわ。 そう言うと、ゆきは電話をガチャ切り、孫は姑を言いなりにする切り札だと思っているらしい。でも、孫ならもうすぐできる。しかも男女の双子が。まなかさんが妊娠8ヶ月なのだ。悪いけれど、陸夫婦の子供なんて全然興味ない。それから半年後、まなかさんは無事出産し、 私は双子の世話であたふたしながら育児を楽しんでいた。そんな時、長男のリクから画像付きメールが来た。どうやらユキも出産したらしく、愛らしい赤ちゃんとユキ、リクが写っていた。でも、もう私たちは縁を切ったのだから関係ない。そのまま放置していると、痺れを切らしたようでユキが電話してきた。 画像を見てくれましたすごく可愛いでしょああ、そうね。で何かしらそんな言い方ないでしょせっかく孫の顔を見せてあげたのに。長男の孫ですよ。お祝いしてくださってもいいんじゃありませんええ冠婚葬祭一切関係なしってことにしたでしょそりゃそう決めましたけど。 普通親ならお祝い金とか送ってくれるもんでしょやっぱりそう来たか。いいえ、ユキさんとの約束はちゃんと守るって決めてるの。そこまで言ってやると、ユキは拉致が開かないと思ったようで、リクと電話を変わった。それって、あんたとユキの間の取り決めだろう俺は関係ないから、祝い金俺に払えよ。 まったく、ヘリクツだけは一流だ。長男の孫だぞ。大事にした方がいいんじゃないかリクいわく、彼らの孫への扱い次第で、私の老後の待遇を考えるというのだ。別に、私の老後のことなんか考えてくれなくていいわよ。うーん、深夜に頼ろうってんだろう。子供が二人もいて。 あんたの老後の世話までできると思ってんのか深夜たちに頼ろうとも思ってないわよ。じゃあどうするんだよ。知ってるぜ。父さんから医者料とかしょぼい額しかもらってないって。今のうちに俺たちにこびておいた方がいいんじゃねえの勝ち誇ったように言うリクに私はこう答えた。だから大丈夫だって言ってるでしょ私ね。 独身時代からずっと個人年金保険に入ってたの。昔の保険だから率が良くてね、今年から毎月8万くらい入ってるのよ。それと私、長く働いてたから国からの年金も8万くらいなの。両方合わせたらやっていけるわ。そう教えてやると、リクはショックを受けたようだ。そ、そんなの何事もない場合だろう。う ババアになったら体にガタが来て、助けてくれって俺たちにすがってくるんだからな。と、なんとか難癖をひねり出した。そこで私は笑いながら答えた。大丈夫よ。あなたが受け取り人の生命保険解約したから。私はリクとシンヤが生まれた時、それぞれを受け取り人にした生命保険に加入していた。そのうちのリクの分を、 例の200万を支払うために解約してやったのだ。解約でたっぷりお金が入ったから心配しなくていいわよ。か、解約マジかよ。残念ね。解約しなければ私がこの世を去った時あなたに1000万入ったのに。う、嘘だろ。恨むならユキさんを恨んでね。 どうやってでも200万払えって、脅迫めいたことを言ったんだから。実は、解約返礼金は500万程度だったから、手元に残ったのは300万と、リクが衝撃を受けるほど大金ではないのだが、わざわざ金額を教えてあげる義理はない。ショックで固まっているリクの様子に満足して、私は電話を切った。 その後、どうやら陸と雪は大喧嘩したらしい。離婚の話も出ているようだが、医者料だの養育費だのと話が進まず、家庭内別居状態だという。金の亡者の末路を見た思いだ。私の方は、深夜夫婦と一緒に暮らしながら、彼らに私の老後の世話で金銭的負担をかけないよう、清掃員のパートを始めた。 次男夫婦から温かく迎えられ、孫も二人いて、今私は本当に幸せだ。私はみつこです。私たち夫婦は老後のセックスレスに悩んでいます。夫とはナンパで出会いました。その時の私は社会人で、 元彼に浮気で振られて、昇進中。友人と繁華街の道を通りかかった時、不慣れな感じで声をかけてきた二人組。それが夫とその友人でした。私の友人が乗り気で、私も夫たちの誘いに乗りました。お茶をしながら話したところ、夫は元彼女に浮気されて別れたとのこと。夫の友人に誘われて、 気分を変えようとナンパに踏み切ったと、境遇が似ていることからすぐに意気投合。ナンパをするのは初めてだったようで、もうこりごりと言っていました。そのまま連絡先を交換して交際に発展。おっとりとした性格の夫は優しく私を大切にしてくれました。なので、 プロポーズされた時はあまりの幸せに涙が出ました。ナンパのことは伏せて両親に報告。両親も喜び私たちを祝福してくれました。ほどなく結婚して子供を三人儲けました。仕事も辞めずに続けて家事に育児に目が回るほど忙しい日々。そんな生活の中では 夫との時間がなかなか取れませんでした。気づけばセックスレス。解消しようにも、忙しさの方を優先してしまっていました。そんな私が定年退職を迎えるとき、これまで頑張ってくれたから、これからは専業主婦になってほしい。という夫の願いを受けて、契約社員の話を断りました。 子供たちはすでに育ち、私しかいない家は広く感じました。それから2年、私は夫が隣で眠るとき、なんだかドキドキするようになりました。セックスへの期待というか、どうもこうも落ち着かないのです。この年になってこんな感覚を味わうとは、老後は皆、セックスなどせず、 縁側でお茶でも飲んでいるものだと思っていたために、自分の感覚に戸惑いました。それに、時間ができたからでしょうか、セックスへの興味が湧いてくるのを感じました。とはいえ、夫はまだ仕事をしている身。疲れているところをセックスのために起こすのは、そうこうしているうちにゴールデンウィークがやってきました。夫は久しぶりの長期休暇。 試しに誘ってみることにしました。勇気がいりました。こんな老体を抱くのは嫌だろうか。ただでさえ女の方から誘うのは気が引けるのに。でも勇気を振り絞り、夫を誘いました。セックスしてくれる夫は驚いた様子でしたが、すぐにいいよと返事が来ました。 シャワーを浴びながら脈打つ心臓を感じていました。いつもより丹念に洗って夫の元へ行きました。夫はあぐらをかいて爪を切っていました。これからセックスするのだなと緊張が走りました。20年以上ぶりです。夫の隣に座ると抱き寄せられました。カッと顔が赤くなるのを感じます。 夫は丁寧に私の体を開いてくれました。優しい手つきは20年前と同じでした。そして、いざ挿入となった時、夫の動きが止まりました。ダメだ。立たない。途中までは確かに立っていたはずです。これは中折れというやつかとピンときました。夫は私のせいではないことをしっかりと伝えてくれました。 そして、年のせいかな、と寂しそうに笑いました。そんな悲しい顔させるなら、セックスなんて望まなければよかった。私は激しく後悔しました。それでも、セックスがしたい。夫に男としての自信を取り戻してほしい。そう思って、セックスレスの解消法を検索しました。そして、検索した結果を夫に伝えました。 すると夫は難しい顔をしました。そんなことで治るのかわからなくてもやってみよう。私が検索した方法は以下の通りです。まずは視線を送り合うこと。互いのイメージしながらのオナに触ったり触れられたりすることになれる。それをやりながらマッサージをすること。マッサージの方法は まずすべてのタッチをゆっくり丁寧に。手を置くときもそうですが、話す際は余韻を残すようなイメージで。相手の体へのご挨拶から入り。相手を思いながら手のひら全部を使う。住み込むような安心感を意識して、二人の気持ちを落ち着かせる。行うマッサージは三つあります。 一つ目のマッサージは骨盤揺らし。うつ伏せになった相手の骨盤を優しく揺らすマッサージです。まずは背中にご挨拶。背骨の上と両脇腹を手のひらを密着させて3回撫でます。ご挨拶は呼吸を相手と合わせることも必要です。骨盤揺らしは相手の骨盤にゆっくり手を置き、自分から見て前後にゆらゆら揺らします。 男性は、正規周りがほぐされるので、下半身のエナジーチャージに。女性でも、上半身と下半身のつなぎ目を緩めるので、心地いいです。二つ目のマッサージは、お尻ほぐし。相手の太ももにまたがって、お尻をほぐすマッサージです。ご挨拶は、お尻の割れ目の上下に、手のひらをゆっくり置いて密着し、 自分側から見てハートマークを描きます。同じ動作を何とか繰り返しながら腰骨や筋肉の位置を確認。お尻ほぐしの内容はお尻のほっぺたに手のひらを密着させぐーっと押し込んでいきます。そのまま手のひらを回したり筋肉の層に手のひらを押し込みます。太ももにまたがるマッサージなので 遠慮しちゃいがちですが、乗られる方は相手のぬくもりや筋肉の弾力が癒しになるので、遠慮なく乗ってしまってください。お尻と腰の張りがほぐれるので、男女問わず気持ちいいです。最後のマッサージのご挨拶は、手のひらを首の付け根に置いて、胃の腕までゆっくりと撫で下ろす、という動作を3回します。まずは L 字ほぐし。 相手の首の付け根から肩にかけての L ラインに自分の手首と肘の間くらいを置いてそこにぐーっと体重をかけますそのまま手首をひねることで体重移動しほぐしてあげます次は相手の横から後ろの手は肩甲骨の内側に前の手は腕の付け根あたりに置いて挟みます 手のひらでサンドイッチのイメージです。前と後ろの手を交互に円状に動かして胸筋をほぐします。少しずつ手のひらの場所を移動させ、胸全体をほぐして反対サイドへ。スマホで丸まりがちな胸を開くので呼吸も深くなりリラックスできます。どのマッサージも自分の体温を伝えることを意識して、 優しく丁寧にするのがコツです。一週間、私から夫にこれらのマッサージをする。次の一週間は、夫から私に。最後の一週間は、下着姿で寄り添ってみる。それで、セックスの流れになればいいし、互いの体温を感じているだけでもいい。そんな三週間を過ごしました。マッサージはとても安心して、 夫に体を預けられました夫も気持ちいいよと言っていました三週間目の下着姿で寄り添う段階でもうセックスできるくらいになりましたあとは夫の失敗体験を乗り越えること下着姿で寄り添っていると夫が勃起しているのがわかりましたそれでも手を出さないということはそれだけトラウマが強いということ 我慢強く待ちました。そして、最後の日。夫から、セックスしてみようか、と提案がありました。喜びもですが、心配もありました。また、仲折れしてしまうのでは、と。でも、夫もそれを承知で誘ってくれたのです。夫の勇気を信じることにしました。丁寧に愛撫され、 私の体の準備はできました。夫は緊張の面持ちでした。なので両手で顔を挟んで、大丈夫、と言いました。夫が中に入ってきた感覚があり、ゆっくり腰を使い始めました。その日は射精こそしなかったものの、お互い満足のいくセックスができました。それからは、マッサージを取り入れながらスローセックスをしています。 挿入に至らなくてもいい。写生に至らなくてもいい。キスをしたり、互いに愛イしたり、ゆったりとセックスに興じています。挿入があるのは月に一度くらい。写生があるのはそのうち三回に一回くらい。それでいいのが老後のセックスの醍醐味だと私は思います。私たちは今とても幸せです。子供たちにも、 前より仲良くなったね、と言われます。このまま幸せな老後を過ごしたいと思います。